皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。パリ五輪、29日、柔道女子 57kg 級では、2回戦で船久保遥、香、三井住友会場が東京五輪女子 48kg 級同メダリストのダリアビロディド、23、に延長反則勝ちで準々決勝に進んだ。ビロディドは1回戦で開始6秒。 大内刈りで豪快な一本、船久保も延長戦で技ありを奪い勝利。そして2回戦、両者は互いに指導位置の接戦の中、ボールデンスコアの延長戦に突入した。この延長戦でハプニング、畳の下からアドバイスを送るウクライナのコーチが注意にを受けて退場に。その後も間もなく2回目の指導となったビロディド、懸命に戦うもスタミナ面などで精裁を書き、 三度目の指導で反則負けとなった。ビロディドは21年の東京五輪後、2階級上げ 57kg 級に。48kg 級では世界に連覇するなど圧倒的だったが、この階級では苦戦。ウクライナ紛争もあり、スペインに避難するなど苦難も続いた。しかし、 今年ヨーロッパチャンピオンになるなど世界ランクも12位に伸ばしパリ五輪でどこまで行けるか期待されていた。今回ベスト16での敗退で敗者復活はないが、今後のビロディドの活躍に期待だ。なお、勝利した船久保だが、東京五輪の銀メダリストのサラレオニーシシケ、26、2、開始9秒で出足払いで一本負け。敗者復活戦で銅メダルを目指す。 優勝候補の出口クリスタ、カナダは準決勝に進出しメダルに王手をかけた。E ファイト格闘技編集部、動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。